ために組紐プレートを使います。前回作ったお花編みの手前が表になるように組紐プレートに差し込みます。サイドにする糸を右と左の C に留めます。赤を上の6と7に留めます。緑を下の5と8に留めます。右の紐を左の B に留めます。左の紐を右の C に留めます。上にある赤い紐を下げます。この時緑の間に留めてください。下にある緑の紐を上げます。左右の紐を右を左に、左を右に留めます。左の紐を B から C に下げておきます。赤を開きます。緑を下げます。赤い紐を上げたら左右の紐を交差させます。この時右が上になるようにしてください。左に留めた紐を C に下げておくことで必ず右の紐が上になります。裏を確認してみましょう。同じ作業を繰り返していきます。上から下に、下から上に、右から左に、左から右に、下の紐を開きます。ハートが連なっているか確認しましょう。70センチくらい編み続けると可愛いリードが季節に合わせて楽しめます。次回は持ち手の部分の編み方をご紹介したいと思います。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。